宇和島パールを作っております。土井真嗣の土井です。この宇和島というのは真嗣の生産日本一、大体全国の生産量の約半分ぐらいをこの宇和島で作っています。宇和島パールは真嗣の透明感と中心に赤みが差すというのが特徴だとよく言われています。なぜそういうものが出るかというと、この宇和島の独特な地形ですね、このリアス式海岸、その入り組んだ地形が波の少ない海を作り出す、そして適度な水温の変化によって宇和島の真珠の特徴が出ていると言われています。真珠っていうのはアコヤガイが作る宝石です。だいたい4月くらいに核入れ作業を始めて、それから養生期間を経て外海に出されます。そして海藻時などそういうメンテナンスを続けながら、その年の冬もしくは次の年の冬に真珠が貝から取り出されます。水温の冷たい冬に真珠を取り出すと真珠に輝きが生まれます。このように宇和島パールは本当にたくさんの人たちによって作られています。ぜひこの宇和島パールを皆さんご覧になってください。